ルヴァン入ってるからこの酸味だから、ルヴァンがないとこの酸味が出ない、出ない。ポイントはルヴァンリキッドの出来具合と、あとこう生地のこね具合、さらにあとパンチを3回打つんで、そのそれぞれの強さ、青で作った方がより難しいんですよ。ビタミン C っていうのはもう最高の添加物だから。実際ロデブ地方行ってもロデブってパンないんですよ。でフランス行ってもロデブってないんですよ。みんなこうパンパイアスって言ってこうカゴ、カゴの中で発酵させて焼いてるパンのことを。今20分いいですよ、これ触って。いや、やっぱりね、あのパンってね、時間じゃないんで。でね、バシュナージュ、そのグルテン質を柔らかくするっていうのもあるし、あの生地ちぎっちゃっていいですよ。でこれ1回目のパンチだから、あの強く、こんな感じ。あ、840。すいません、お待たせしました。これをこのもちもちねっとり感、ボコボコだけどちゃんと身もあるっていうか、あるある。でこれをやっぱね、2日後3日後ぐらいに食べてもらった方が、やっぱりもちろん焼きたてのパン美味しいよねって言うけど、それ嘘ですから。で最終的にはプルンプルンでドロドロなんだけれども、あのこう生地がつながってる、締まってるっていうのも実際お見せして、みんなも触ってもらって、あの実際焼き上げて、もうしっとりもっちりねっとりっていうのを体感していただいたのが一番良かったし、あのぜひこれ家でも作ってもらいたいなって思いました。